はい、どうも石原です。今回の動画はエアタグ用のアクセサリーがストアに登場しました。さらにAirPodsがワイヤレスイヤホンの市場を支配、そしてiPhone 13でポートレス化が進むということで、このポートレス化になった場合の利点そして懸念点をご紹介します。そして最後に iPhone 13のタッチ ID の最新情報をお伝えいたしますので、どうぞ最後まで動画の方ご視聴ください。そしてこのチャンネルでは最新の iPhone の情報や Apple に関してのリーク情報、さらにはガジェットレビューなどの動画を毎日夜8時に投稿しておりますので、ぜひチャンネル登録していただいて定期的な情報収集にお使いください。はい、では本題です。エアタグ、まあ仮なんですけどね、用のアクセサリーがシュピゲン公式ストアに登場かという話題になっていまして、まあ、アップルストアではありません。すみません、釣りみたいで申し訳ございません。シュピゲンの公式ストアにね、エアタグ用のアクセサリーが登場したということで、これはエアタグというものは、アップルが開発中と噂のね、忘れ物防止の、まあ、追跡のタグの、まあ、デバイスになるんですが、このエアタグ用のアクセサリーが有名なね、iPhone のケースメーカーであります。シュピゲンの別ブランドのストアに10月下旬リリース予定としてオンラインストアに登場しています。それがこちらになっております。Amazon ですでにストアに登場していますので、しかももう注文可能となっています。これは日本国内向けには即日発送で、ほぼ翌日お届けとね、表示されているんですが、なんともまあ怪しいじゃないですけど、どうなってるんでしょうかって感じなんですけど、さらに言えば、このシュピゲンって皆さんももうね、iPhone ユーザーなら誰しもがもう認知している、まあ有名なケースメーカーなので、このシュピゲンというね、大手メーカーが Apple に承認とかね、承諾を得ずに、アップルロゴを入れたような商品アクセサリーの、まあ、画像をね、使うことはあまりないと思いますので、すでにアップルとシュピゲンの間で、まあ、アップルロゴを使うことに対しては承認が得られていて、エアタグの発売についても、まあ、水面下でも話が終わってるんじゃないかと思います。加えてアップルのアナリストであるミンチークオ氏もこのエアタグについては2021年、まあ、年内にリリースが予測されて、まあ、リリースを予想していますので、発売がね、すると言われながらも2020年に発売されなかった。延期か、それともそもそも中止かみたいなところだったんですが、この流れを、まあ、汲み取ると、2021年の年内に発売が期待されているということになっておりますので、AirTag 2021年期待したいところです。はい、そして AirPods ね、AirPods、はい、AirPods、僕は AirPods Pro、AirPods と、まあ、使っております。これが外用、これがまあ在宅用とかね、自宅用で使っているんですが、このワイヤレスイヤホンの市場でですね、AirPods が引き続き、まあ去年に続き世界的にシェアを支配しているというニュースになります。これは世界的なワイヤレス市場全体では 90% の大幅な増加が見られていまして、そのアップルのね、このね、ワイヤレスイヤホンの AirPods はほぼ 50% のシェアを獲得しているということで、世界的に見ると、まあ、ワイヤレスイヤホンを所有している人、ね、ワイヤレスイヤホンを使っている人の、まあ、2人に1人が AirPods シリーズを使っているという計算になります。実際に僕も使っていますので、もう隣の人見たら AirPods、前の人見たら AirPods みたいな、もう周りほぼ AirPods、まあ 50% の確率で AirPods を使っているということになっております。こちら、これはですね、パンデミックによる、コロナウイルスのパンデミックによって、まあ、上半期に需要が一時的にちょっと止まったみたいなんですけど、まあ、2020年。しかし、その影響で、テレワークへのシフト、まあ、在宅勤務というね、仕事の仕方にこう、まあ、パラダイムシフトじゃないですけど、結構ね、働き方改革みたいな感じで、テレワークのまあ需要が高まったことで、このワイヤレスイヤホンのメリット、まあ、全体的なメリットが拡大したことによって、このアップルの、AirPods シリーズも売れたし、ワイヤレスイヤホンの市場も 90% 増加したと言われています。また引き続きこのチャンネルでは、新しい AirPods 第2世代のね、リーク情報、まあ、発売のリークも出ていますので、このチャンネルでね、随時追いかけていきたいと思います。さあ、そして iPhone 13がポートレス化になるという、まあ予測とかリークが出ているんですが、しかし、
まあもちろんポートレス化になって、まあ利点もあるんですが、ポートレス化になったことでの懸念も考えられますので、その辺をちょっとねサクッとね考察したいと思います。まずね、ポートレス化、iPhone 13 がポートレス化になった場合ですね、マグセーフ充電ですね、ポコッとはめてマグセーフ充電するときのまあ利点なんですが、まずあの防水防塵性能が絶対向上しますよね。ここ充電のそのコネクタのとこ、コネクタのところが物理的じゃなくなるなら、ワイヤレスになるならここ塞げるわけなので、もちろん防水機能上がりますよね。そしてライトニングポートの抜き差しで、こう充電ポートってこう挿してふんってなるじゃないですか。でもこう差し具合でならない時とかって結構長年使っていると、ライトニングのところが欠けたりしてね、切れたりしたりするんですが、このワイヤレス充電、まあポートレス化になればそういう懸念もなくなります。まあ破損も回避されるということになっております。そしてクラウドの利便性が推進されるということになります。皆さん多分データ通信っていうか、データをまあ移行したりするときって、ここにあのライトニング用のまあ SD カードであったり、これをパソコン、iPhone をパソコンに挿してデータを移動させたりする場合もあると思うんですが、ほぼもう iCloud、もうインターネットを使って、ほぼデータ転送、まあ AirDrop なんかも使えばできるんですが、やはりこのね、物理的なポートがあるせいで、影響で、まだね、ワイヤレス化を推進していない方々も多いと思います。ここでポートレス化になってしまえば、もうワイヤレス通信とか AirDrop とか、まあ、iCloud を利用する以外ないので、その辺にまあその辺の iCloud の利便性が、ね、本当使っていて iCloud って使いやすいので、その辺の推進が図られると思います。そしてもちろん iOS などのアップデートについても、こうパソコンと接続して iTunes からのアップデートではなくても、 iCloud から、全般 100% iCloud からアップデートするという、まあ、ことが可能になってきます。さあしかし懸念点ももちろんあります。このポートレス化に対しての懸念点なんですが、 Mac やパソコンを使ったバックアップができなくなる、まあ、どうなるのかという感じです。パソコンとかを使ってあのバックアップを取っている方は、ここでね、パソコンと、iPhone をつないでバックアップを取っていたんですが、ポートレス化になったらそういうことができなくなってしまうので、その辺どうなるのかなという懸念があります。そしてまあここ結構重要なんですが、ライトニングケーブルって結構 PD 充電、急速充電って早いじゃないですか。しかしマグセーフ、ワイヤレス充電になったとしても、ある程度はマグセーフで早いと言われているんですが、やはり有線ケーブルの充電よりは遅いので、その辺がねちょっと懸念されるところではあると思います。そして外出時のマグセーフ充電パッドの持ち出しの問題があると思うんですが、で例えばね、例えばこんな感じ、これをあの持っていくことになるじゃないですか。例えばあの外出先とか旅行先でも、結構あのライトニングって小さいですけど、あのこのマグセーフってちょっと大きいじゃないですか。サイズ感があります。なのでちょっとその持ち出しに関しては、なんだろう、もう10倍以上はサイズアップするような感じなので、そこがうんという感じがあります。そしてマグセーフ充電パッドは普通のライトニングケーブルよりも値段が高いんですよね。そこ懸念されているところですね。そしてライトニング端子経由のアクセサリーが一切もう使えなくなります。つまりiPhone で、例えば iPhone 13でポートレス化になりました。でも iPhone 13で綺麗な音質をサードパーティー製のアクセサリー、例えばロードのマイクとかガンマイクとかをつけて、搭載して、ムービーを撮りたいという時には、物理的なポートがなくなっているので、そこをどうやって外部入力のマイクとつなげるかっていうところなんですけど、今はね、あの、ワイヤレスで飛ばせるような、マイクもあるので、そこら辺との互換性が非常に気になっているところです。まあ、このように、まあ、利点、懸念する点がありますが、僕、個人的な意見を申しますと、もう僕の、まあ、環境では、このライトニングケーブル、充電の時、もう使わなくなりました。このマグセーフのおかげで。なので、実質、もう 99.9%、このライトニング使っておりません。すべてもう iCloud。バッテリーの充電もこのマグセーフ。なので、もうライトニングをもう全然使っておりません。Vlog、僕の Vlog チャンネルの方でも、ご紹介したんですけど、車載ホルダーを購入したんですよ。マグセーフ用の車載ホルダー。
これを使い出してから本当にもうね、ライトニングを本当に使ってません。なので、まあ、皆さんもね、今のうちから、ライトニングケーブルがどん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 多分使えなくなる環境が今後1年、2年後、3年後にはもうないと思うので、そろそろワイヤレス環境の準備をちょこちょこ始めておくべきかなと思います。はい。で、続きまして、iPhone 13 のタッチ ID の最新情報になるんですが、これは僕が運営するガジェットブログ、俺的デザインログのブログ記事で公開しました。で、こちらの記事なんですが、こちらの記事に随時新しい情報、タッチ ID に関して、または Face ID に関して、タッチ ID も Face ID も両方搭載するというね、リーク情報もありますので、その辺に関しては、こっちの記事でも定期的に更新していきますし、もちろんこのチャンネルでもご紹介していくんですが、ぜひね、サクッとね、その辺の情報をチェックしたい方は、僕の俺的デザインログというガジェットブログをですね、iPhone 13 についての記事、まとめ記事をリリースしておりますので、ぜひね、そちらのページをチェックしていただければと思います。はい。ということで、今後もこのチャンネルでは最新の iPhone の情報や Apple に関するリーク情報、さらにはガジェットレビューなどの動画を毎日夜8時に投稿しておりますので、ぜひチャンネル登録していただいて、定期的な情報収集にお使いください。本日も最後までご視聴ありがとうございました。はい。ではまた次回の動画で。